ケプラー539とは地球から見て白鳥座にあると思われる太陽に非常によく似た G 型主系列星である。2015年4月に NASA のケプラー宇宙望遠鏡の観測によって2つの太陽系外惑星が発見された。ケプラー539は太陽の1.048倍の質量と0.952倍の半径を持ち、 スペクトル型は太陽と同じ G2 ボルト型である。金属量は太陽とほぼ同じだが、年齢は約10億年と太陽よりかなり若い。ケプラー539は他に濃いマイナス372ヤッキック647万1021という名称も持つ。前述のようにケプラー539には2つの太陽系外惑星が発見されている。そのうち、 内側を交点しているケプラー539ビットは木星の0.97倍の質量を持つ巨大ガス惑星とされている。ケプラー539の手前を通過することを利用したトランジット法によって発見された。さらに外側を交点にはケプラー 539C という別の惑星が発見されている。ケプラー 539C は ピカヤア,アルゴリズムとパーティクルスワーム、オプティミゼーショナルゴリズムとでは、質量、光転周期、軌道離心率、軌道傾斜角の値に大きな差がある。今のところ下の表の5つのパターンがある。ケプラー 539C はトランジット法ではなく、ケプラー539ビットの光転周期の変動から発見された。そのため、ケプラー 539C の半径と、 指導長半径は不明である。同様の方法で発見された惑星は他に、ケプラー 19C やケヘプラー 46C などがある。太陽の密度を1 4 1 1グラム、平方センチメートルとして計算。ありがとうございます。